では次にご覧いただくのが田中さんと秩父音の小田信義です。本日は初めに新原太鼓連女衆によります田中さん音の秩父音を演奏していただきます。その後に小田信義保存会の皆さんの小田信義があります。新原太鼓連女衆の皆さんですけれども、山中真一さんが指導いたします。新原町内の女性による太鼓グループです。こちらが去年から花笠音頭の練習を始めたということで、1年かかってこちらを練習してきたということを伺っております。新原太鼓連女衆の皆さんですけれども、三味線を去年習い始めまして、歌舞伎の指導者であります柴崎義一さんからぜひこちらでも発表会を開いてはどうかということで、今回上演していただく運びとなりました。でも花笠音頭は、はい、こちら山形県の民謡になりますよね。そうですね、はい、なので山形県、ここは秩父なのですので、はい、秩父音頭もありますよね。でぜひこちらも練習してみてはどうかということで、秩父音頭も今日は演奏していただきます。で続きまして、林保存会の皆様によります小鹿野林ですね。小鹿野林といいますのは、普段お祭りで演奏されているのが秩父林というお林になります。で小鹿野林といいますのは、昭和30年代後半までに小鹿野町で盛んに演奏されておりましたお林です。で一度小鹿野林は途絶えかけてしまったんですけれども、地元の方々の熱い思いでもう一度小鹿野林を復活しようということで練習を始めまして、本日の発表といいますか演奏につながっております。秩父林とは違いまして、玉入れという細かい足さばきのものはないんですけれども、力強く波のあるような演奏になっておりますので、秩父林と構成はかなり似ているというふうに伺っております。違いがお分かりになる方がいらっしゃるか、はい、ぜひ秩父林普段聞き慣れていると思いますので、小鹿野林どんなところが違うのか皆様気をつけてお聞きいただきたいと思います。Thank you.